ヒルダウ。相川町なんですけど、まあ、今日までが交通秋の全国交通安全運動ということでございまして、9月24日日曜日でございますが、相川町の主要交差点で交通安全啓発キャンペーンを実施しております。これは秋の全国交通安全運動に合わせまして、交通ルールの、まあ、皆さん守ってくださいよという、交通マナーの実践を習慣づけるとともに、交通事故防止の徹底を図ることを目的に行われました。9月24日は相川町の交通指導隊がキャンペーンを実施する町内の主要交差点4カ所、これはですね、一本松交差点、第一公園前交差点、箕輪交差点、そしてフレサ半原店交差点の4カ所でございます。この4カ所に、まあ、皆さん行って指導したということでございますね。そして相川町の町長と厚木警察署長が巡回をしております。交通指導隊は信号待ちの車に相川ブランドに認定されております神奈川中央養鶏場農業協同組合の直売所ランカ屋さんのお米卵、卵の形の数字の0に見立てまして、歩行者やドライバーに交通事故死0を呼びかけて行いました。また一本松交差点では合わせて中洲婦人会も参加し、手作りの根付きをドライバーに渡しております。これ見に行ったんですけどね、皆さんが手作りでね、まあ、お守りって言ってましたけど、いっぱい交通事故こういうこと気をつけてくださいよって書かれててね、非常にこうあったかいものでしたね。やっぱりこのもらった方もこの、まあ、卵もそうですけど笑顔でもらってましたしね、ちょっと気をつけるよって話も多かったですからね、非常にいいキャンペーンだったのではないでしょうか。さあ、この、交通事故、交通安全、啓発キャンペーン、こちらにつきましてちょっと取材をしてまいりました。この一本松の交差点、こちらではね、相川町長と厚木警察署長が挨拶をしております。その一部をお聞きください。まずは厚木警察署長の有原薫署長の挨拶です。皆さんおはようございます。警察署長の有原でございます。本日は秋の全国安全運動に伴います、街頭交通安全キャンペーンということで、たくさんの皆様にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。また日頃から の取り組みに対しましても厚く御礼を申し上げます。今日も次第にですね、秋めいてきておりますけども、これからね、たくさん の観光客の方とか、いろんな県内外からですね、たくさんの方が見えられることになっていると思います。8月末現在の相川町における人身事故の発生件数が64件ということで、実は県内、そして厚木警察署管内全体ではですね、交通事故を非常に増えております。その中で、相川町における件数というのは昨年とほぼ同様ということでですね、それを考えますと、これまでの皆様の取り組みがですね、そういった結果となって結びついているのかなというふうに感じております。先ほど申し上げましたように、これから、季節も良くなってですね、気候も良くなって、たくさんの方が見られると、そのことによって、車あるいはオートバイ、そして自転車などですね、そういった交通量も増えるということが当然予想されるところになります。交通事故を減らしていくためにはですね、町民の方はもちろんですけども、相川町を訪れる全ての方がですね、交通事故の現状を正しく理解をしてもらってですね、一人一人が交通ルールを守って、交通安全意識を醸成していくことが非常に重要だというふうに思います。本日はですね、そういったところで、たくさんの皆さんにですね、交通安全の大切さを呼びかける、訴えかけていただくということでお願いしたいと思います。事故のないように、くれぐれも事故のないようにですね、十分気をつけていただいて、やっていただければというふうに思います。本日はよろしくお願いいたします。以上です。相川町で9月24日に行われました、交通安全啓発キャンペーン、こちらから厚木警察署長の有原薫署長の挨拶でございました。
続きまして、相川町の小野沢豊町長の挨拶をお聞きください。指導隊の皆さん、そして、相川町の婦人団体連絡協議会の、皆さんにはお忙しい中、今日キャンペーンということで、ご協力いただき大変にありがとうございます。今日はまだね、お彼岸でございます。この道路上登りますとメモリアルパーク、あと霊園等が、ね、多くございますので、交通量も増えると思います。そうした中で今日はドライバーの皆さん、交通安全を皆さんから訴えていただいて、呼びかけをお願いをしたいと思います。町の方では中央用卵を、ね、卵の形に見立てて交通事故ゼロということで、今日ドライブの皆さんに引っ張りをしたいということであります。そして婦人会の皆さんからは折り鶴、ね、交通安全を願って折り鶴の配布もあるということでございますので、今日はこれがちょっと暑くなりそうですけど、空調等に気をつけていただいて、そして皆さんと一緒に交通安全を呼びかけていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。9月24日、相川町で行われました交通安全啓発キャンペーンより、小野沢豊町長の挨拶でございました。これね、一本松交差点での、厚木警察署長と相川町長の挨拶でございましたけど、まあ、車バンバン通ってますね。ちょうどだから、蓮毛に降りたり、129に出たりとか、相川町中心部に行ったりとか、まあ、この辺もね、丸越とか、横浜銀行とかある交差点ですから、やっぱ車の通り多いなというのを録音を聞きながら思いましたね。ほとんど町長の声聞こえないところありましたもんね。申し訳ないでございますけど。まあ、今日までが交通安全運動週間でございますけど、何度も言う通り、この週間だからこその安全運転ではなくて、日頃からの交通安全、心がけてください。ヒルダウ。